どうもイチーです、えー、ちょうど1週間後ですね来週の火曜日が国公立の2時ということで、まあ、前期ですね、えー、受ける方は、まあ、相当1週間前なんでこういろんな感情と戦ってると思うんですよ。で高校受験も東京と奈良がもうちょっとなのかな確か。まあ、受ける方ねぜひ最後の追い込み頑張ってください。で、で今回はですね、その入試直前に どう過ごしたらいいんですかとか何をしたらいいんですかっていうのは、まあ、王道な質問なんですよよく来る質問で,で自分も含めていろんな方がいろんな考え方を喋ってらっしゃいます、まあ、サイトとかにも書いてありますけどで結構見るとですね違うんですよね言ってることが。 だからまあ視聴者の皆さんからするとどれを信じたらいいのってなるでは、まあ、そこについてちょっとね簡単に話していこうと思うんですけど例えば自分だったら直前は復習がメインです新しいことあんまやんない方がいいよってでなぜかっていうと新しいことをやるとやっぱり分かんないことというかできないことに出会いやすいんですよねで出会ってそこに目が行くじゃないですかこれもできないあれもできないえマジこれもできないんだけどみたいな そうするとま不安がどん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 加速していっちゃうんですよで、自分は受験当日入試当日にいいモチベーションでいいメンタルでそこに望めるかどうかがめちゃくちゃ大事だと思ってる人間なんですその不安をね重ねていってしまってメンタルが崩れて望んでしまうのが嫌なので新しいことをやるよりは今まで頑張ってきたものまあ、頑張ってきたノートとか見てこれだけやってきたじゃん ってていううのを自分に思うためも一つとしてあともう一個はやっぱり人間忘れてしまうので忘れてしまったところを確認していくっていう作業新しいことを覚えるよりも確認して思い出すのが時間短縮で軽くできるのでこっちをメインでやるようにさせてましたでもとある方はですねもう受験前と直前は新ししいいいいいことガガンガンやっっっててくださいっていう方もいらっしゃいます直前にやったことってねなぜかわからないけど本番出やすいんですよ ラッキーパンチすごい出やすいんでガツガツ新しいことやって頑張ってくださいみたいなね方もいらっしゃいますさあどっちが正しいって言われるとこれはもう両方正しいですまあ自分で自分のこと正しいっていうのもあれですけど両方正しいんですなぜかって今まで受験をしてきた人累計したら何百万人何千万いくかなっているわけですよたくさんの方が。 たくさんんのの方ががががいいれればそそ数だけけ成功体験がありりますす全部一通りにななるわけがないんですよこの人はこの人の成功の仕方がある。この人はこの人の成功の仕方があるわけです。だから、一般論として、皆さんはね、ほんと一般論としてベストがあった方がもちろん楽かとは思うんですけど、えー、その受験直前の過ごし方とか、まあ、勉強法もそうですけど、えーえー、ベスト、一般論のベストっていうのはありません。なので、 一般論のベストを求めるんじゃなくて皆ささんにとっててのベベストもしくくはベターを求めてください今みんなはね多分自分よりもいろんな人のものでこう知識を得てるので過ごし方一つとっても選択肢があるはずです。まあ、自分の過ごし方はこの人のこの人のこの人の4通りとかあるわけよだからその中から選びましょうこれがいいって思うものを、まあ、自分はどうしてもその受験当日のメンタルのところは譲れないので。 自分がねこう過ごしたら受験当日にいい気持ちというかそのね落ち着いたもうフラットな気持ちで臨めるんじゃないかなってじゃあこの人のやり方信じてみようとかねこの人のやり方を参考にしてちょっと変えてアレンジして過ごしてみようとかでいいんですできっとね迷ってもやもやしてるのが一番もったいないからもうあと1週間ですもう決めちゃおうバシッとねこう過ごすってこれが私の過ごし方って。でそれが 正正解だったのか不正解だだっったたののかかか不は後でわかるきっとでこれは落ちたとしても不正解っていうのはイコールじゃないからそれに関しては受かったから正解っていうイコールでもないんだよねそれは終わったらわかるみんなの気持ちとしてだからひとまず今は選択肢があるんだから決めちゃいましょうそして最後に国立2次を受ける皆さんにちょっとメッセージなんですが、えー、自分もね国立2次を受けてですね前期は落ちました。 後期でなんとか最後に引っかかりましたけど前期は風邪をひいて熱を出して数学1科目の入試だったんですがももう何でできなかったんです基礎問題さえ解けないっていう確かね予言定理すら多分ね度忘れして忘れ出てこないぐらいに頭が真っ白になってしまって後悔すらないんですよもう悔しさも出てこない情けなすぎてその時の自分が。 でまあ、その後ねなんとか気持ちを切り替えてこう来て受かったんでこうやってまだ話せてはいるんですが本当に後悔の少ないい受験をしてきてきください何かしら後悔や反省は残ると思うんですどんな方も力を出し切れたとしてもねああそこがとかあるかもしれないんですがやっぱりや頑張ってきてよかったって出し切ってある程度出し切れたって思うためには当日いいメンタルで臨めるかがすごく大事なんですね。 なのでこの1週間もちろん勉強することも大事です大事なんですが自分のメンタルをその安定させるっていうところにフォーカスをしてそこを中心に過ごしてもらえたらと思いますだから新しいことをやろうが復習をやろうがどっちでもいいです個人的には何が一番大事だと思うな何を大事かって言いたいかっていうとごめんなさいカミだ言いたいかっていうと,い言いいいうとその日勉強したことをちゃんと定着してるっていう確認をしてください 今日いいろいろ、ねまあ、悩みながらやったけど何か一個は先に進めてるって成長してるというかちゃんとやったことが定着してるよっていう確認をしながら前に進んで1週間後の国立2次ぜひね頑張ってきてもらえたらと思います心から応援しております。